めちゃくちゃ大事なこと言うんやけど、いい開きと悪い開きっていうのがあるんすよ。こうじゃないと、こうやったら回転してるでしょ、横にあったら回転できないですよ。はっきり分かるんですよ、これ。一般的に見たらこう開いてるように見えるかもしれないですけど、いい開きなんですよ、神回や。最近ね、ゴルフやってるんですよ。ゴルフの体の使い方、捉えに行き方、野球によく変えるとそっくりでした。この間おもろかったのが、ゴルフの人、僕の友達なんですけど、ヘッドランバッグ買ってました。ゴルフで使えるって。ほんまにすごいしました。そりゃそうよな。先も思うし、こう後から遅れてきてヘッドが走るみたいな感じね。まあ、間違いないじゃないですか。で、この時にね、今日めちゃくちゃ大事なこと言うんやけど、体の使い方、こうやって使わなあかんというのを言います。神回やよ。バッティングって相手いろんなね、球掘ってくるから開いてまうもんやと。でも、いい開きと悪い開きっていうのがあるんすよ。これがポイントなんですよ。こうやって振れば開くってなんなんって絶対思うようになるんで、ぜひね、見てください。いいですか。つま立ち使っちゃおう。いきます。はい、ということで早速説明していきます。僕もね、よく言うのが、練習の時と試合の時ってスイングって分けてほしいって結構言うんですよ。これなんでかっていうと、まずピッチャーこう投げてきて振ってたら絶対振る方向を意識していくんで、人間ってちょっとずつちょっとずつこういう風にわーってなってくるんですよ。でも普段の素振りからこういう体の使い方して振ってればならないですよ。どういう使い方するかって言ったら、こう、かかと上げた時にちょっとこういうイメージになりますよね。よく西田さんがこうやってるやつ、ほんまにこのイメージなんですよ。このイメージからこの腕、両腕ね、逆転するんですよ。こうやってこうじゃないと、このイメージなの。ドンって、よくネレさんも肩で打ちに行くって言ってたんですけども、ほんまにこの使い方でも、この使い方でもちょっと腰見てね。ドン、ピッチャーの方向いてない。こういう体の使い方をして絶対に断っていく、傾くことないやん。絶対に綺麗にピュンとピッチャーの方向くんです。この向き方とこの向き方って全然違うでしょ。同じ向き方でも全く違うんですよ。こう使わなダメなんですよ。体っていうのはこういう風に、こういう風に使うんですよ。わかりました。で、こういう使い方ができるのは、もうこれ世界に轟かせるアイテムがあるんで、皆さん絶対今のチームに行くのがいいんですけど、今のこの使い方、つま立ちスムーズになるんですよ。こうやると正しい使い方が一発で分かるんですよ。こうやるとね、横にやる人できないんですよ。こうやったら回転してるでしょ、横にやったら回転できないんですよ。だからはっきり分かるんですよ、これ。しかもかかと浮いてるし、つま立ちの場合だから、つま立ちとか使ったらこの縦にこの使う体の感じめっちゃ分かりやすいですよ。これが試合で生きる素振りの体の使い方、分かりますか。なぜ使わんのか。ショック、ほんまにショック。例えばつま立ちないバージョンでいくとね、さっきのこの動き、ね、もう僕分かるから全然バット振れるんですよ。体をこう横に使う動き、これね、こんなのになるんですよ。つま立ちなかったら振れるっちゃ振れるんですよ。見栄えよく、多分まだマシじゃないですか。これ乗るでしょ。乗って横に振れないんです
構マジっすよ。だから一発でダメって分かるんですよ。だから妻たちは正しいこの体の使い方を覚えれるんで使わないとあかん言うてるんですよ。さっきのこの縦にこう使うこの動きであればこの動きの中で差し込まれてしまったってなって一般的に見たらこう開いてるように見えるかもしれないですけどいい開きなんですよ。これはこういう縦の動きしながら捉えに行ってるんでこれいい開きなんですよ。横にこういったら悪い開きなんですよ。そこをしっかり判断する。みんなまず練習としたらこういう動き、これ妻たち乗ったら最高にわかります、はい、この動きの中でバットをスイングしていく。この動きの中でこの縦の動きね、この動きの中でスイングして今ちょっと横になったでしょ。横にこうやって振ってたんですけども普通じゃないですか。これはちょっと縦の意識あんま変わらなくなるんですよこれ。だから結論縦とか横とかいいんですよ。こういう体の使い方こういう風に縦にしたらバットはどこだって振れるんですよ。なんか体の使い方が横はダメだけどってことですよね。そう、こう、こう。だから妻たちの使い方分かるっていう。はい、ユージ知ってる？妻たちのレビュー、はい、めちゃくちゃレビューあって、はい、ルールが残し4点なんとかありゃ、はいはい、全員こう。全員こうでした。そりゃ5やわな。分かるから、この感じ。だから皆さん、絶対覚えておいてほしいのは、体はこう使うことない。乗ってなかったら分かりづらいから、つま立ちこうやって乗ると、すごい分かるよ。で、その中でこれ、お聞きでさっきの体の使い方をしながら、増えていく。間違いなくいいスイングになるね。ぜひ皆さん、やってください。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。